どうも、くまです。今回は初期武器のポイントマンでもある SR3M ベーシックを使ってクイックマッチに潜っていこうと思います。 SR3M 自体は、このスイートも持ってて、こう比較するともうスイートの方がダメも、精度とかも上なんですね。なんで基本的には SR3M 使いたいときはスイート使うんですが、まあ初期武器でもね、結構戦えるってところを、まあ見せていければなと思います。それではレッツゴー！それではクイマイベント第23回目ですかね。やっていこうと思います。だんだん終わりが見えてきたな。てか、ランクマイベント50回やってんのかな？それがよくわかんねえんだよ。まあやってるでしょう。さあ、コールドケースあんまり得意じゃない。手榴弾を使うぞ。やられた。手榴弾を使うぞ。手榴弾、強いな今の人。あんな感じでね、キルに綺麗にキルして。手榴弾を使うぞ。前に投げましょうか。手榴弾を使うぞ。感じを切るわ。OK、 20達成。素晴らしい。
だがチームが負けたら意味がない。チームを勝利に。やべえ、ヘッド当たんねえな。ナイスボーム。ナイスボーム。96、やばい、やばい、ごめん、やばい、すげえ差ついてる。なんでやねん。ラスキル取られた。でも26-17、初期武器の割には頑張れたんじゃないでしょうか。まあ、初期武器といってもね、 SR3M は結構強いと思うので、まあポイントマン初めてという方は使ってみてはいかがでしょうか。それではご視聴ありがとうございました。